韓国プロ野球サムスンライオンズが新外国人投手デイビット・ブキャナンを獲得した。サムスンは16日、契約金10万ドル、年俸60万ドル、インセンティブ15万ドルなど総額85万ドルで契約したと発表した。ブキャナンは同日、契約に先立ち球団指定の病院でメディカルチェックを終えた。 ブキャナンは契約を終えた後、ダリン・ラフ、ベン・ライブリー、デイブ・ハフなどからケイボリーグの競争、文化、ファンの応援についてたくさん聞いたとし、韓国では早くプレーしたい。最善を尽くしていい成績を出したいと述べた。続けて、ライブリーやハフがケイボリーグにいい打者が多く、 競争が熾烈だという話もしてくれたと付け加えた。ブキャナンは、チームメイトと親密な関係を築き、僕だけでなく僕の家族とファンの間でもいい関係を築きたい。チームが勝てるよう努力すると誓った。